はですね、考え方のことをお話ししたいと思います。僕は失敗っていうのはないと思います。それをやり続ければ必ず失敗っていうのが出てこないと思います。こんにちは、プロキックコーチの上船俊之です。本日はですね、キックの方ではなくて考え方のことをお話ししたいと思います。僕自身ですね、失敗っていう言葉があると思うんですが、僕は失敗っていうのはないと考えております。目標があってそれが叶わないっていうことに対して、それを失敗っていうふうに多くの方々は言うんですが、それを決めているのは実は自分なんです。失敗っていうのは自分が決めているものだと思っていて、その失敗っていうことに対して諦めなければ失敗にならないんです。もし仮にその目標を目指している中で挫折やうまくいかなかったことがあったとしても、それをどうやったらうまくいくのか、どうやったらその目標にたどり着くのかってことを常日頃考えて、ネガティブじゃなくてポジティブに考えること、それをやり続ければ必ず失敗っていうのは出てこないと思います。僕だったらサッカーですが、サッカー選手になれなかった、これは失敗。そうではないです。サッカー選手になるためにどうすればいいのか、もしかしたらセレクションで落ちるだったり、内定がもらえなかったり、いろいろな挫折はあるかもしれません。でもそれで失敗っていうに決めるのではなくて、じゃあ次違う方法を考えて、次どうやったらその目標を達成するかってことを考えればいいだけです。なので失敗っていうのはほとんどのケース自分で決めていることが多いと思います。目標を達成したいのであれば、どんなに辛いこと厳しいことあると思いますよ。思い切ってそれにチャレンジして、自分でどん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 ポジティブに考えてチャレンジし続けてほしいと思います。ありがとうございました。メモを取り靴を磨いて、お願い気象の数字に捕まってる間も息を切らして、じゃないか。